こんにちは。英語が大嫌いな英語講師、マウスバードです。こんにちは。アシスタントの小春です。今回も先生を英語ペラペラにした英会話サークルの話ですよね。とっととタイトルを表示しよう。今回の話はこれじゃ。英語ペラペラ変更合宿でやることですね。噂では夏休みに1週間英語を学ぶ合宿があったんですよね。そう。合宿の期間中、日本語喋ったら罰金という合宿だったんですよね。日本語を喋ってもいい時間帯もあったけどな。ただ、日本語を話してもいい時間帯は日を追うごとに減っていった。最終日は一日中ほぼ英語のみで過ごした。合宿でないとできない環境ですね。合宿では日中英語を学び続けた。そして自由時間で喋っていいのは英語のみ。大変な環境ですね。で、今回はまだ合宿の日々の話ではない。合宿の1ヶ月前ぐらいの話。合宿前の準備の話。先輩方に合宿ではこういうことをやりますよという説明を受けた。まただからこういう準備をしてくださいと言われた。今回はその様子を漫画で説明する。マウス先生たちは合宿前にしっかりと準備をしてたって話かしら？その通り。というわけで早速合宿の説明とその準備の話をしたいがいいかね。わかりました。では漫画に進みましょう。行きますよ。レッツスタート。上佐の英語合宿で行う課題とその準備。1、スピーチ。現地では英語でスピーチを披露するのだ。スピーチのテーマは個人で自由に決められた。プレミアがつくフル本についてでもスピーチするかなぁ。原稿の英文は自分で作成。それを3年生が的確に指導してくださる。しかし、スピーチ原稿が覚えられん。相変わらずわしは英文記憶が極度に苦手であった。2、ディスカッション。何らかの問題の解決策を個人で競う。もちろん英語で行う。今回の合宿用のディスカッションのテーマは、どうすれば喫煙者にタバコをやめさせることができるか？です。合宿前に意見を用意してくださいね。結局、合宿前に意見は作れたけど、この英文を覚えきれん。本番でわしはこれを見ないで言えるのか？3、ディベート。これはチーム戦。合宿でのテーマは原発推進の是非、賛成か反対か。ディベートでは議論が分かれるテーマが与えられる。賛成派と反対派に分かれて議論を交わす。自分がどっち側になるかは直前に決まる。賛成派、反対派。まず賛成派が賛成理由を述べる。次に反対派が反論し反対理由を述べる。そして賛成派が反対派の反論を述べて、その後反対派が賛成派の反論を述べる。その後反対派が反対意見をまとめて、賛成派が賛成意見をまとめる。そして、ジャッジが説得力のある方を勝者に決める。イエーイ。これも合宿前に英文を作って準備するけど、やっぱり理由を説明するための英文を覚えきれない。他にも合宿前によく使う会話表現を覚えてくる課題もあった。わしゃこれが一番苦手なんじゃー。きゃー。以上だ。小春、どう思った？合宿中にこれらのコンテストがあるんでしたっけ？スピーチ、ディスカッション、ディベート、それぞれのコンテストがあった。勝者はもちろん賞賛される。楽しそうですね。なんと楽しそうに見えるのか。だって基本的に英文を覚えて吐き出せばいいんでしょ。だったら紙の上の勉強より楽そうに思いました。そうか、そういやお前は役者型だったな。役者型にはこういう英文覚えが楽そうに思えるんだろうな。そうですね、そうなんですけど、先生、役者型が何かわからない視聴者さんもいますよ。役者型とは何なのかを先に説明しないとですよ。そうだな。以前の動画で説明したんだが、英語学習者には役者型と学者型というタイプがあると分類した人がいる。それに乗っ取ると、小春は役者型になる。役者型は役者として振る舞いたいので、英文を覚えたがり、口に出したがる。私は役者型なのよねー。それに対して、学者型は喋るよりも書いてある文章を読解する方を好む。音声関係が苦手。したがって、英語を耳で聞いてそれを覚えたり、言ったりするのが苦手。わしは典型的な学者型じゃ。役者型と学者型の比
詳しい説明は以前の役者型と学者型の動画をご覧ください。役者型は英文記憶作業が比較的しやすいんじゃないかな。だが学者型のわしにとってはこれができない。どうもそのようですね。でも英文を作る作業はわしはそんなに苦労しなかったんじゃよ。ふも、そうなんですか。うむ、英文法の知識には自信があったからな。少なくとも大外れはしない。いつでもパーフェクトな英文が作れたわけではないけども、間違いがあっても先輩が直してくれたんですよね。そう、あまり直されなかったが。そうなんですか、さすが文法オタクの学者型。でも自分で作った英文でもなかなか覚えられなかった。とにかく英文覚えには苦労した。マウス先生は中学高校時代から英文覚えをやらされて、それが苦手でしたもんね。そう、ただ中学高校の頃とは違って上差に入った頃は多少はマシだった。でも基本的には苦手なまま。ははは。で、マウス先生は合宿前には準備した英文を全部覚え切ったんですか。いや、覚え切ってない。だから合宿中でも覚える作業を繰り返した。あらま、それじゃあ合宿は大変だったでしょうね。うむ、大変じゃった。合宿については次回からゆっくりと3回から5回ぐらいに分けて説明する。ふも、1回じゃ説明しきれない濃密な合宿だったんですかねー。うむ、その通りじゃ。なお、あまり関係ない話じゃが、次回以降で上佐の英語合宿の詳細を説明するために、まさに今日わしは大川さんに会って当時の情報を聞いてくる。おや、マウス先生が上佐に入るきっかけになった大川さんに今日会うんですか。そう、大川さんにこの動画について連絡したら、久しぶりに会って飲もうという話になった。だから今から会いに行ってくる。お、そうなんですね、行ってらっしゃい。うむ、英語合宿はもうかなり昔の話なんでな、だいぶ忘れていることも多い。なので大川さんに当時の合宿の話をちゃんと聞き、次回以降の説明に活かしたい。ふもふも、そうなんですね、わかりました。休校を温め合ってきてください。了解した。というわけで今回はここで終えよう。はい。それでは今回も皆様、ご視聴ありがとうございました。また見てねー。